楊金流は、香港の民主派政治家、元香港中政区議会議員、香港公民団体、西韓飛躍動力召集人、自決派、ネットラジオパーソナリティ、司会、ステージ通訳、イベント制作マネージャー、日中通訳者。香港の政治家では、数少ない日本語話者であり、ツイッター上では日本語で、情報発信をしている。 2015年香港区議会議員選挙では中西区から立候補し1336票を獲得も現職の賃材期に敗れ落選。2019年香港区議会議員選挙では中西区から立候補し3073票55.27%を獲得し現職の賃材期を破り初当選を果たす。2020年5月24日に 香港警察に逮捕される。頭部や手足に打撲や傷を受け入院。48時間の交流の末、釈放される。選挙結果。選挙事務所。2015年11月23日閲覧。選挙結果。選挙事務所。2020年1月14日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年11月25日閲覧。港万国安保。 両区議員、宝石系みだり棒松室受賞、香港貧化日報、2020年5月26日閲覧。ありがとうございます。